松本対緑衣の女1夏の夕暮れであった泉原は砂ぼこりにまみれた重い靴を引きずりながら長い石橋を渡って住み慣れた下宿へ帆を運んでいた。 テームス川の堤防に沿ってて区画をなしている、忘れられたような伝尾町に彼の下宿がある泉原はすすけた薄暗い部屋の光景を思い出して眉を潜めたがそこへ帰るよりほかに行くところはなかった半年近く床に着いたり起きたりしてうつらうつら日を送っているうちに持ち合わせの金は大方使ってしまった。 遠く外国にいては金より他に頼みはないその金が切れかかったところでいい具合に彼の健康も回復してきた彼の目下の急務は職に就くことであった彼はこの数日勤めて元気を奮い起こして職を求め歩いた彼は 以前頼まれて23度絵を描いたバルトン美術店の主人を訪ねて事情を打ち明けたが世間の景気が悪いので何ともしてもらうことはできなかったその時泉原がふと思い浮かべたのは同店の得意の A 老人であった老人はアイルランド北海岸ゴルウェーの由緒ある地主で1年の大半はロンドンに暮らしている若い頃には にも日本にも行ったことがあるという彼は東洋美術の愛好者であった泉原はバルトンの店でしばしば A 老人と顔を合わせた A 老人は泉原から絹地に描いた極彩式の美人がかった泉原はその檻りのことを思い出して A 老人を訪ねる気になったのである老人の住まいは、 噂に聞いた身分に似合わしからぬ川向こうの P 町で同じように立ち並んだ古びた4階建てのとある2階の全体を間借りしていた泉原は老人に会い絵を描くことによって生活の保障を得る相談をしたいと思っていたのであるが折屋宿 A 老人は20日ほど前から旅行中でいつ帰ってくるともしれぬということであった 泉原は家主のばあさんからその話を聞いてすっかり気をくじかれてしまったやや明るくなりかけていた気持ちが大きな棚心で押さえつけられたようにたちまち真っ暗になってしまった泉原は伝尾町の下宿へ帰るつもりであったがどうしたわけか横丁を曲がらずに幅の広いなだらかな堤防を歩いていた 両側の外樹は枝葉を伸ばしてうっそうと茂っている目を上げると潮の満ちた川の上をカモメの群れが中央に飛び回っている夏の夕暮れは長く空はまだ明るかった泉原は人気のないベンチに疲れた体を休めてぼんやりと過ぎ去った日の出来事を思い浮かべた こうしたわびしい心持ちの時に限って思い出されるのは2年前彼を捨ててどこかへ走ったグインという女であった彼女は泉原の留守の間に銀行の貯金帳をさらって行方をくらましてしまったのである泉原は女の不定な仕打ちを憎んではいるけれどもそのようなことになったのは彼女の虚栄からほんの出来心でやったことで 決して心から悪い女ではなかったと今でも固く信じているその後女はどうなったか泉原は少しも知らなかったが彼が彼女を忘れえないように女も何かにつけ泉原を忘れえないであろうそれほど二人には深いさまざまな記憶があった泉原は辺りが全く暗くなるまで 気づかずに共同椅子に腰をかけていたがふと我に返って立ち上がった彼はいつの間にか灯された青白い街灯の下を過ぎて低い空を赤く染め出しているにぎやかな町の方へ歩き出した弊社の脇から斜めに大通りを入っていくとじきに V ステーションへ出た下宿へ帰るにはやや迂回であったが ステーションの構内を抜けて電車道へ出るところにイタリア人の経営している安い喫茶店があるそこで晩飯代わりにちょっとしたものを口に入れてから帰ろうと思ったのである V 停車場は乗降客でごった返していたバーの前を過ぎて時間表の掲げてある大時計の脇を通りかかった時泉原は群衆の中に何者かを見つけたと見えて うめくような低い叫びを上げて旗と足をとどめた彼はそれでも自分の目を疑うように23歩改札口へ走り寄ったそうだ確かにグイーンに違いない彼は口の中でつぶやいたちょうど改札口を出てゆく3人連れがあった真ん中のは 濃い緑色の着物を着た髪の毛の黒い若い女で左右には50近いでっぷりした婦人と背の高い中年の男がいた「もしもしちょっと待ってください」と泉原は数軒離れたところから夢中で声をかけたが3人連れは振り返りもせずそのままプラットフォームを歩いていった泉原の周りの人々は一斉に振り返って 規制を上げた小さな日本人を不思議そうに見張っている泉原はとっさの間に雑踏の間を縫って M 駅行きの切符を買ったそして慌ただしく改札口を出るなり三人連れの後を追った、2. 出札口で手間取ったために 泉原は3人連れの一行を見失ってしまったまもなく汽車は動き出した停車場へ着くたびにもしや彼らが下車しはせぬかと泉原は注意深く窓から首を出して下車する人々の群れを見張っていた途中何事もなく終点のマーゲート駅に到着したのは暗くなったから1時間もたった頃であった 車がまだ全く止まりきらないうちに彼はホロ道に飛び降りていち早く改札口に向かったが彼の乗った車両は最後車の次であったために改札口を出た時はすでにひとかたまりの人々が郊外へ吐き出されていたしかし相手は婦人連れであるから確かに自分の方が先にそういないと思って彼は具合のいい諸陰に立って目を輝かしていた泉原は なけなしの金をついえしてわざわざマーゲートまで来ながらとうとうグインの姿を見失ってしまったおそらく彼女の一行はこのように遠走りもせず V ステーションを離れるとじきに郊外の衝撃で下車してしまったものであろうかそれとも同じ終点で降りたが彼より先に郊外へ出た人々のうちに混じっていたのかもしれぬ捕まえたら ああも言おうこうも言おうと意気込んでいた泉原は張り詰めた気が緩むといっときに疲れを感じてきたマーゲート駅で下車した人々はステーションを立ち去って大風が吹き過ぎたあとのような駅前の広場に泉原はただ一人残された彼はどこへ行くというあてどもなく海岸通りへ歩を運んだイルミネーションをつけた 5階階建建て、6階建ての高層なホテルが、整然として大通りのペーブメントに沿ってすっくりと立ち並んでいる美しいなりをした夫人たちの姿がちらちらと見えていた旧旅館か2年前に初めて英国へ来たその時の夏にはこの旅館に泊まったことがあるが後にも先にもそれが一遍切りに違いない と泉原はつぶやいてふと着古しの膝の丸く出た服のズボンを見下ろしたが過ぎ去った記憶から逃れるように早足にそこを立ち去った海岸通りには涼しい風が外樹の緑をさらさらと鳴らしている音楽堂ではにぎやかなコンサートをやっていた泉原はそこまで歩いて行ったが 汽車のついた時間から行ってもグインの一行が海岸にいるはずはないと思って元の道へ引き返した夕方ロンドンの V 停車場でグインを見かけてこんなところまで後を追ってきたが女は果たして尋ねるグインに違いなかったろうかと彼は今、幾分か不確かな心持ちになっていたよしそれがグインであったとしたところが彼女は自分を捨てて逃げたのではないか 貯金帳を持っって走ったとということも、自分から告訴する考えもなくまた彼女に賠償させようという気もない以上彼女の後を追うべき必要はさらにないわけである泉原はそう思って我ながらそうして女の後を追ってきた愚かしさを歯がゆく思った一時に昼食をとって以来何も口へ入れなかった泉原はしきりに空腹を覚えてきたので本通りの裏手へ入って 入りいい飯屋を探そうと思った彼は小さな商店の立ち並んだ裏町を曲がりくねって海岸へ通ずる道路幅の広い大通りへ出たそして間を置いて青白いガス灯の灯っている右側の敷石の上を歩いていくと突然前方の暗闇から自動車が走ってきて彼の横を通り過ぎた彼はびっくりして目を上げた瞬間 彼は確かに車内にいた3人の姿を認めたのであるそれは言うまでもなく V 停車場で見かけた一行で五十括好の婦人を真ん中にモーニング姿の男とグインが腰をかけていたグインは泉原の立っている方に近い向かって右手の席についていた自動車は瞬くうちに遠くなって 闇の中に姿を没してしまった泉原はあぜんとしてしばらく路傍に立ちすくんでいた V 停車場で見かけたのは確かにグインであるそれにしてもグインは何故に都の秘書客の集まってくるこのマーゲートへ来たのであろうしかも1時間も前に同じ汽車でこの土地についていながら「今までどこにいたものであろう」 そして最もおかしいのはグインの服装が停車場で見た時と違っていたことである彼女は白いブラウスの上に赤い目の覚めるようなジャケツを引っ掛けていたそれよりもなお泉原の心を引いたのは心持ち唇を噛むようにしてじっと空間を見据えている彼女の横顔であった泉原は 一緒に暮ららしていた経験から彼女の癖をよく知っていたそうだクイーンはこの土地で何か大事なことを企んでいるに違いないと彼は思った彼女はどこへ行くか知らぬが身なりから考えても今夜はこの土地に泊まることは明らかである今さら自動車の跡を追ったところで当てがないわけだ 広くもないマーゲートのことであるから明日になってから彼女の住まいを突き止めることにしようと思った彼はとある横丁でようやく粗末な料理店を見つけた食事時間を大分過ぎていたのでわずかに数えるほどの客があちこちの席についているばかりであったテーブルを三河を置いた彼の筋向こうには前みたいのはえ上がった男が しきりに新聞紙を呼びふけっていた帳場に近いついたての陰には厚化粧をして頬紅を塗った怪しげな女が愛想笑いをしながら折々り泉原の方を振り返っていた女は長い石がを細い指先に挟んで軽い煙を上げている隅のテーブルでは2人の青年が鼻を突き合わせて何事か熱心にしゃべり合っていた 泉原は髪の毛の縮れたウエイトレスの運んでくる食べ物を黙々として食った食事が済むと彼は何がしかの感情を払って外に出たそして安いホテルを探すために忘れの町へぼつぼつと頬を向けた下町の道路は狭くとびとびに立っている街灯がおぼつかない光を敷石の上に投げていた 夕暮れが長かったわりに日が暮れると急に夜がふけたように人通りがまれになった泉原は鉄柵を閉ざした雑貨店の角を曲がりかけた時「もし?と」と後ろから呼ぶ声を聞いた泉原はぎょっとして振り返ると中折れ棒をかぶった大男がよう割りげにつかつかと寄ってきた 失礼だがマッチの持ち合わせがあるなら貸してくれませんか男は泉原の顔をジロジロと覗き込みながら幾分か声を和らげていった泉原はポケットを探って無言のまま相手にマッチを渡した見るとそれは最前食事をしていた時彼の筋向こうのテーブルで新聞を読んでいた男であった 私はさっき料理店であなたをお見かけしたと思いますがと泉原は恐る恐る言ったそのとおりですよ君はこの土地に初めてと見えますねこの辺りは物騒でよく追いはぎが出没するですよ昨日も 秘書に来ている若いアメリカ人の被害があったです。君はこれからどこへ行こうとなさるのかねどこへ行くという目当てはありません。私は日本人の画家で先国ステーションへ着いたばかりです。そうらしいと思ったです。見たところ、 土曜から日曜にかけての休日を利用して海岸に保養に来たという様子もなし相手は背の低い泉原のみなりを見回しながら言った私は上等な旅館へ行きたくなくほんの一夜をしのぐために安い宿を探しているのですじゃあ私の家へ来たらどうだね 特別にお構いすることはできないがちょうど2階に使わない部屋があるからそこなら提供してもいい相手は1人飲み込みをして泉原の答えも待たず先に立って歩きだした「さっきも言ったとおり近頃この界隈で貧品と追いはぎがあるので警戒していると」 最前から君があっちへ行ったりこっちへ行ったりしている様子が不審に思われたのです。私はマーゲート署の探偵ですよ。私は日本語はできないけれども家内は東京横浜それから日光へ行ったことがあるので日本語を話します。 日本人のお客を連れて帰れば家内は喜びますよ泉原は半ば煙に巻かれた形で進めるままに相手の後についていった探偵の家は町外れの丘の上に並んでいるこじんまりとした2階建ての一つであったギル探偵夫妻は珍しい東洋の客を歓迎して 日日やななら遠慮なく泊まるがいいとしきりに進めた。ギル夫人の日本語は点で問題にならないわずかに「ありがとう」とか「おはよう」とかを知っているくらいの程度であったがそれでも外国人の口から日本語を聞くのは嬉しかった泉原は最初のうちこそ固くなっていたがだんだん心安い気持ちになって彼がマーゲートへ来た理由を打ち明けてしまった。 私は現に H 町の大通りを歩いていた時彼ら一行の乗っていた自動車に行き合ったのですそれから不思議だと思ったのは V ステーションで見た時と宣告とは全く別な服装をしていたことです停車場へ着くなり一旦ホテルへ行ってそれから自動車で出直したといえばそれまでの話ですが第一 H 通りから北へかけて 旅館らしいものがありますか。無論ないさ H 通りから K 町一帯は住宅地で旅館は海岸にあるばかりさそれからどうしたねギルは興味を覚えてきたらしく膝を乗り出してきた私がその自動車に行き合ったのは H 通りの中ほどで。 飾り窓に青く伝統のついている店から20軒ばかりといったところでした自動車はどこへ行ったのかその先は分かりません青い電灯のついているのは S という雑貨屋だよしよし明日は幸い非番だから旅館を探してやろうどこの旅館へ行っても 支配人や番頭とは顔なじみだから旅館の滞在客を調べるのは増さない私の考えでは彼らは海岸通りの旅館へ泊まったねまずロイヤル旅館かなギルはいかにも自信があるらしく言ったその晩泉原は 初めて会った人の初めての部屋で寝ることになったが夜が明けると床を離れて身支度を整えたロンドンの下宿にいる時のようにさすがに朝寝もしていられなかった食事を済ますとギルは前夜の言葉を忘れずに泉原を促してうちを出たローヤル旅館を真っ先にして死後の旅館で宿帳を見せてもらったがことごとく失敗であった 最後に無駄とは思いながら念のために海岸寄りのレジナ旅館へ立ち寄ってみたギルは帳場の支配人と何事か話し合っていたがすぐ宿帳を見せてくれた泉原はギルの後ろから伸び上がって帳簿の上に目をさらしたしかし軍ンの名はどのページにも見当たらなかった2人はそこを出ると これはと目指す旅館をことごとく回り歩いたその日は朝から小雨が降っていたが十時ごろから本降りになった雲をつかむような操作に二人は根気疲れがしてとうとう泉原の方から「もう諦めよう」と言い出したギルもそれに同意してちょうど通りかかった海浜旅館を最後とすることにした

緑色のドレスをまとった女の姿がちらっと映った彼はハッとして辺りを見回すとホールの正面に当たった突き当たりの階段を緑色のドレスを着た女が上がっていくのを認めた女はすでに最後の段を上りきったところで帳場の方に向かって軽く支配人の挨拶に応えながら階段の上に姿を没してしまった。 帳場に立っていた三人は、着せずして言葉もなく女の姿を見送っていた。あれは誰です遠くで確かにはわからないが、あれは私の探しているグインのようです。泉原が最初に口を切った。支配人は途方もないと言ったように。冗談じゃない。あの方は、英女とおっしゃる私どもの大切なお客様ですよ。 お父様の病気見舞いにいらして今日でもう1週間もご滞在になっているんですよと笑いながら言ったがふと声を落としてところがお気の国にもお父様の容体は昨晩から急に悪くなってけさ方とうとうお亡くなりになったのですと言ったそして彼は宿帳を広げて 泉原の花咲へ突き出してみせたそこには20日ほど前の日付で A という人物の住所・生命が記されてある泉原は自分の目を疑うように改めて宿帳を見直した幾度見てもそれは彼が作有不在を訪問した A 老人と同じ生命でしかもパンチさえ町の住宅と同一であった ええ老人がお亡くなりになったのですって泉原は胸を躍らせながら早口に尋ねたそうです最初はそれほど悪いとも見えなかったですがもともと心臓はお弱かったようです昨夜はロンドンから奥様とおいもさんがおいでになってつきっきりでご看護をなすっておられたですと支配人は言った それは気の毒ですな旅先でお亡くなりになったのではお嬢さんはさぞお困りでしょうギルはそばから口を入れた。それで私どもも旅館としてはできるだけのご便利を図ることにしております今晩8時の汽車でこちらをお引き上げになるんです何しろ今は。 ご親戚の方や牧師さんがお集まりになってごった返しておりますよ支配人は感慨深く言葉を切った泉原はそれでも納得せずに根掘り葉掘りしきりに娘の要望などを尋ねているところへ数人の客がざわざわと入ってきたギルは泉原を引き立てるようにして旅館の外へ連れ出した私にはどうも合点がよかない もしあの緑色のドレスを着ていた女が私の探しているグインでなく1週間前からこの海浜旅館に滞在している A 嬢であるとしたら昨夕ロンドンの V ステーションで見かけたのは一体誰だろうおそらく人違いか人違いだって私はグインと長い間一緒に住んでいたのですよ私はあなたが思うほど頭は悪くないつもりです るくとっては困るそう言っちゃ失礼だが我々英国人から見れば日本人はどれもこれも同じ顔のように思われるから君たちの目から見てもやはり我々は同じに見えるかもしれないと思ったからさ緑色のドレスは今年のはやりで 大抵の若いの女は着るからね。泉原はむっとした様子でしばらく黙っていたが V 停車場で見たのは私の訪ねている女にそういなかったですよ昨晩 H 通りで出会った自動車にも確かにグインが乗っていたのですしかし今海浜旅館で見かけた人はあまり距離が隔たっていたのではっきりしたことは言えません 今朝方亡くなったという A さんは私の知った方ですから家族の人にお会いすればすぐ疑問は解けますが取り込み中だということですからわざと遠慮したわけですと言ってスタスタと歩き出したギルはあきれたような様子で相手の顔を見つめていたが何と思ったか黙って後を追ったなるほど君の言うことが正しいかもしれん 君が V ステーションでグインを見た時は先方は3人ずれだったとか言ったっけねえ。H 通りであった自動車に乗っていたのも同じ3人ずれでさっきの支配人の話では昨夜ロンドンから着いたのは A 夫人とおいとか言ったじゃないか。 A 城は1週間前から父親に付きっきりだったというから V 停車場にいたはずはない無論ですともグインは3人連れで V 停車場からマーゲート行きの汽車へ乗ったのです A 城は昨夜1人で A 夫人といとこを停車場へ迎えに行ったというじゃありませんか緑色のドレスを着ていた女が 自動車の中では真っ赤なセーター姿に早変わりをししかも A 尚が昨夜停車場へ行くと言って海浜旅館を出た時は赤いセーターを着ていたということですあなたは2人の若い女のうちどちらかが誘拐されていると想像することはできませんかえらいえらいそれからどうしたギルは興味ありげに尋ねた 私が昨夜自動車に出会った場所はステーションから海浜旅館へ出る道とは違っているしかも汽車が着いた時から1時間もたっていた瀕死の状態に陥っている A 老人を旅館に残しておきながら停車場からすぐ旅館へ行かずにとんでもない方角違いの H 通りを走っていたのは不思議じゃありませんか私は A 夫人もそれから老いと称する男も怪しいと思う 二人は間もなく H 通りの間口の広い雑貨店の前へ出たこの H 通りの突き当たりは兆字型の横通りになっていますねそこまでにいくつの横丁があるでしょう泉原は相手を振り返っていったここから数えれば突き当たりの道路を入れて左右に貫いた3つの横通りがありますよ あの時の自動車の速力から考えても第一の角を曲がってきたとは思われない第2か第3の角を左手の横通りから出てきたに違いないもし右横丁に彼らの巣があるとすれば海浜旅館に行くために H 通りへ出るのは大回りだ2二人はやがて第2の横丁に入ったそこは壊れた敷石の所々に水たまりのできている みすぼらしいやなみの続いた町であった。玄関の柱に塗った漆喰が見にくく剥がれている家や、壁に大きなひびの入っている家もあった。君、左側の家に注意してくれたまえ。どうして左側かね？泉原の言葉にギルは気厳らしく問い返した。何、それはこうですよ。 私の歩いていたのは H 通りの右側で前方から来た自動車の中央にグインがいてその両脇に年取った婦人と若い男が腰をかけていたからです自動車には女連れを先にして後から男が乗るのが英国式じゃありませんか第2か第3の横通りにあるうちの前から乗っていた自動車の位置によってその家が右側にあるか 左側にあるか、わかるはずです泉原は左側の家からじじゅんじゅんと見ていったもののどのうちも道路に向かった窓を閉ざして無人の卿のように静まり返っていた2人はやや失望を感じて同じ道を戻ってくると泉原はふとある家の前で足を止めた彼はその家の3階の窓に鉢植えの草花を発見したのである 草花の鉢は雨が降れば取り込むことに決まっている見渡すところその家を除いてはどこの窓にも植木鉢を出しっぱなしにしておく家はなかった取り込まないのはその部屋に住む人が忘れているのかあるいは何かの事情で窓を開けることを欲しないのか強い風を交えた雨に赤いゼラニウムの花が散々に打たれていた 敷石の上に1本の毛瓶が落ちていたそれを見つけて拾い上げたのはギルであった2人は何ということなく顔を見合わせると改めて高い3階の窓を見上げた雨の降っているさなかに植木鉢をしまい忘れることはしばしば経験する事実であるそれに 落としやすい婦人のケピンが敷石の上に落ちていたからといって格別怪しむに足らなかったが昼間とは言いながら死んだようにさびれた町に立って取りつく島をも見いだしえなかった2人はそのようなことをも頼みにする心持ちになったのであるギルは中くぼみにすり減った石段を登ってその家のドアをたたいたなかなか答えがない その時遠くの街角に現れた男は2人の姿を認めてあたふたとその場を立ち去ってしまったギルは続けざまに扉をたたいたけたたましい音が街中に響き渡ったするとすぐ玄関脇の扉を開ける音がして五重格好の薄汚い見なりをした女が不機嫌な顔を突き出したギルは突然、 3階には何者がいるかと尋ねた女は投げつけるような言葉で「誰も住んでいないよし」を答えた「お前の言葉だけでは信ずることはできないから3階へ上がってみる」と言って職匠を書いた名刺を示した女はひどく朗媒した様子であったがわざと玄関口に立ちはだかって 病人がが寝てているから上がっては困ります。どういう御用事ですかとしきりに押しとめる様子がかえって2人に疑惑の念を抱かしめたギルは激しく女を叱り飛ばしてバラバラと階段を駆け上った泉原も続いて後に従った廊下からかかった鍵をひねって3階の表部屋を開けると 緑色のドレスを着けた娘が手足をばくされて椅子にくくりつけられたまま部屋の隅に小さくなっているその瞬間泉原はてっきりその女をグインだと思ったしかしそれは誤りで背格好や顔立ちは見違えるほど似ているが全くの別人であった不意の侵入者に、 彼女はどう失って、しばらく言葉もなく立ちすくんでいたが、相手の二人が救助に来たのであると知ると、ありがとうございます。私は昨晩から悪者のためにこの部屋に監禁されているのでございます。父様はどうなせたでしょう。どうか、すぐ H 旅館へ案内してください。私は A というもので、父様の看護のために当地に来ているのです。 息を切ららせながら言った泉原は素早く駆け寄って女の戒めを説いた「永城といえばさっき海浜旅館で見かけた夫人であると思っていたが今この部屋に監禁されている令城を見れば旅館で永城の名を語っているのは愚ンにそういない」永城はギルに向かって手短に昨夜来の出来事を語ったそれによると 彼女は昨夜義理の母にあたる A 夫人から電報を受け取ってステーションまで出迎えに行ったするとそこには A 夫人の他にいとこのリケットがいた彼は常々 A 城に取り入ろうとして必要に付きまとっている A 老人は常々リケットの不良性を持っていることを知って家には出入りを禁じてあった それにもかかわらず A 夫人と共に停車場へ着いたので A 嬢は激しい言葉で質問したことだけは覚えているがそのあとのことは何も知らず気がついた時は手足をバクされてここに監禁されていたということである私はいとこのリケットを旅館へ連れて行くことを欲しなかったのでそばにいた自動車のへ A 夫人を呼んで相談をしましたその時 お方麻酔剤を嗅がされたものと見えますどうぞ一刻も早く旅館が連れていってくださいこうしている間にも父様の上にどんな恐ろしいことが起こるか知れないのです2二人は支配人のゲで A 老人の亡くなった事実を知っているので黙って顔を見合わせたギルのかけた電話によって警察の自動車が時を移さずうちの前に着いた 立ちしぶる宿のかみさんを引き立てて一行は海浜旅館へ自動車を走らせた旅館の玄関へ着くと一行はどやどやと帳場へ入っていった支配人は呆然として先に立った A 嬢の顔を見つめていたがこれはは大変だ。ああなたは A さんん。のお嬢様に違いありませんしかし5階のお部屋にいるお嬢さんは と叫んだ偽物だ語りだ居合わせた男たちは口々に叫んでリフトに向かおうとする刹那たちまち外にすさまじい騒ぎが起こったそれは年若い夫人が5階の窓から敷石の上へ落ちて斬死したという知らせであった 4泉原はそれを聞くと真っ先に旅館を飛び出した雨に濡れた敷石の上に緑色のドレスを着た女が頭蓋骨を粉砕されて無残な死を遂げていた真っ赤な血が顔から首筋をべっとり染めているそれは紛れもない 泉原の愛人であったグインの変わり果てた姿である泉原は集まってきた人々の手を借りて旅館の一室へ担ぎ込んで応急手当を施したが女は全く息が絶えていた「それ!」と言って警官の一行は泉原を残したまま5階へ上がると A 夫人は顔を両手に覆うて恐ろしさにわなわなと打ち震えていた。 寝室には A 老人が冷たくなってすでに事切れていた夫人は直ちに警察へ引き立てられた軍ンは自動車に乗った警官の一行が旅館へ入ったのを見て所詮身の逃れぬのを知り5階の窓から飛び降りて自殺を図ったのだろうというものもあれば A 夫人がグインを突き落としたのであろうと意味ありげにささやき合う連中もあった泉原はそのいずれにも容易に耳を傾けることはできなかったがたとえ彼を裏切ったとはいえ目の当たり無残な最期を遂げた昔の恋人を見るとそそろに涙を催された泉原は死骸の脇に突き切って何くれとなく世話を焼いた老いのリケットは それっっきり姿をくらままししてしまった警察に認知された A 夫人と A 城の監禁されていた宿の神さんの自白によって先の事実が明白となった偏屈者の A 老人はただ一人平然と海岸へ来て旅館に滞在中個室の心臓病が起こって危篤に陥った知らせによって ロンドンドから娘が看護に来た。娘は A 老人の繊細の子で現在の A 夫人は数年前からロンドンへ別居している A 老人の老代は日一日と悪くなっていった娘は父親に言えば不況を被るのを知っていたが病気の経過が思わしくないので思い余ってひそかに A 夫人に手紙を出したのであったすると A 老人が亡くなった前夜 A 夫人から電報が来て「9時にステーションに着くから迎えに来てくれ」と記してあった娘は密そかに旅館を抜け出して停車場へ行くと彼らの罠にかかってバス上にあるリケットの仲間の家に監禁されたリケットの長夫グインが娘に生き写しであるお種に A 夫人は娘のセーターを剥ぎ取ってグインに着せ本物の A 城と見せかけて大胆に海浜旅館へ乗り込んだのである A 老人の直接の死因は心臓麻痺であったしかし前日の医師の診断ではそう急激に変化が来るとは何人も信じなかった何か特別に精神的激動を受けたのかもしれないと 係の医師はしきりに首を傾けていたもっとも病人は高齢のことでありかつ衰弱が甚だしかったから故意に枕元の窓を開けて寒冷な焼きを吸い込ませておいても非常な影響であるということであった A 夫人は係官の尋問に答えて私はおいのリケットと死んだグインとを一緒にすることに反対はしなかったが。 夫はなぜかグインをひどく嫌っていてそんな女と結婚するなら美体一文もやらぬと言っておりましたグインの方が余計にリケットを愛していつもつきまとっていたので近頃はお芋も少しく鼻についていたらしかったのです前の晩私どもは看護疲れで夜中の1時過ぎに休みましたそれから1日時間もしてふと気がつくと 夫とグインが何事か声高に言い争っているのを耳にしましたがあまりに疲れていたので起きてゆくせいもなくそのまま眠ってしまったのですと意味ありげに言った死人に口なしでグインの死は一切謎であったしかしながら老人が死ねば財産は当然永生の手に移ることになっている それゆえ、本物の永尚を監禁してその間に要望の酷似したグインを身代わりにして一芝居打ち3人共謀の上財産を横領しようと図ったということは十分に認められるリケットはその後ロンドンの船着き場で逮捕された彼は詐欺の前科を持っていた彼らは 財産横領及び不法監禁の罪名のもとに令状を執行されてそれぞれ処決された泉原は住み慣れたロンドンの下宿へ帰ってからもその当座はしきりにグインの儚い一生が思い出されてならなかった。